それでは今回は進行形の未来について解説していきます。よく参考書などには進行形には近い未来を表すこともあるというふうに書かれています。ではなぜ中学校では今のことしか表せないと習ってきた進行形が未来を表すことができるのか、その理由を少し考えていきましょう。例えば今ここに I go to Japan、 私は日本に行きますという現在形で書かれた文章を進行形にして I am going to Japan next month、 つまり来月日本に行く予定ですという文章を作ってみます。この文章はまさしく進行形で書かれた未来を表す表現です。ではなぜこのように進行形が未来を表すことができるのでしょうか。これも進行形の論理を使って考えていきます。それではまたここに時間軸を1本引いておきます。そうするとこれは進行形なので、まずは始まりのポイントである行き始めをここら辺にセットして、そして行き終わりのポイント、つまり日本に到着するポイントをここら辺にセットします。そして日本に到着するのは来月です。その上で進行形なので、今自分がいるポジションはこの辺りです。つまりこの図が表すのは、来月には日本に到着している地点に今現在いるということを表しています。これを自然な日本語にすると、来月日本に行く予定ですという未来形チックな訳になります。このような理由で進行形は未来を表すことができます。なお、進行形というのはよく参考書でも近い未来を表すというふうな表現がされていますが、なぜ近い未来限定なのでしょうか。そもそも進行形という論理を考えたときに、進行形にはまず始まりのポイント、そして終わりのポイントが存在していなければいけません。その上で今自分がいる時間はこの間です。特に今終わりのポイントに注目してみますが、終わりのポイントを先にセットできるということは、終わりが見えるくらいには未来が近い場所になければいけません。なので進行形というのは近い未来を表すというふうに表現されます。それでは最後にもう一つだけ中学校で習った未来表現である be going to と will の違いについて解説します。中学校ではどちらも同じというふうに習ったと思いますが、高校ではきちんと区別して使いましょう。まず上の be going to というのは ing が使われていることからもわかるように、これは進行形で未来を表しています。ここで重要なのは進行形には始まりのポイントがあることでした。つまり be going to というのは初めから何か予定している未来に対してしか使うことができません。反対に will は突然の未来に対して使うことができます。例えばこのような状況を思い浮かべてください。今突然電話が鳴りました。そして誰かが I 何々 get it、僕が受話器を取るよということで、この会話文を発したとします。そうした時に選択肢として will なのか am going to なのか、どちらを入れるのが適切でしょうか。正解は will です。今、電話が鳴ったのは突然のことなので、何か初めから予定していなければ使えない be going to の2番は入れることができません。実際入試問題でも will と be going to の違いをこのように問う問題が出ているので、一応頭の片隅に入れておいてください。それではまとめです。まず進行形というのは近い未来を表すことがあるということ。そして be going to と will の違いを覚えておきましょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。次の授業動画はこちらから。そして今日の英単語1問はこちら。答えが気になる方は概要欄をぜひチェックしてみてください。それではまた次の授業動画でお会いしましょう。バイバイ。